はい、どうも皆さんこんにちは。サーディの河野玄太です。今回扱うこの問題は数学オリンピックで出された問題なんですけど、実はですね、背景としてもすごく面白くて、フェルマーの最終定理と関係があるんですね。シンプルにですね、この問題自体整数問題の考え方っていうものをしっかりと使っていって、そこにさらに合同式のね、基本的な考え方っていうものを学べるので、しっかりとマスターしていきましょう。それでは問題。133の5乗プラス110の5乗プラス84の5乗プラス27の5乗イコール n の5乗となる整数 n が存在するとき、その値を求めようと。こういう問題ですね。まあ、まずね、この問題の背景から説明すると、皆さんフェルマーの最終定理って知ってますかね？フェルマーの最終定理っていうのは、3以上の自然数 n について、この等式 xn 乗プラス y の n 乗イコール zn 乗を満たす自然数の組 xyz は存在しませんよと。これがフェルマーの最終定理と。でも実際にはフェルマー自身がこの定理を証明したわけじゃなくて、この定理はですね、フェルマーが本の余白に書いてたんですよ。で、その本の余白のところね、私はこの定理の驚くべき証明方法を発見したが、その証明方法を書くにはあまりにも狭すぎるっていうふうにね、まあ、謎のね、遺言を残して、まあ、そのままね、これが証明されることはなかったと。その後いろんな数学者がこのフェルマーの最終定理に取り組んだんですけど、そのうちの一人がレオンハルト・オイラーだったんですね。このオイラーはですね、フェルマーの最終定理の n イコール3のバージョンを証明したんですよ。 x の3乗プラス y の3乗イコール z 3乗を満たす自然数の組は存在しないということを示した。で、そっからさらにね、フェルマーの最終定理を発展させてオイラー予想っていうものを立てたんですね。それが n イコール4の時、4乗プラス4乗イコール4乗を満たす自然数の組が存在しないだけじゃなくて、4乗プラス4乗プラス4乗イコール4乗ってなるような XYZW も存在しない。さらに n イコール5の場合も5乗足す5乗足す5乗足す5乗イコール5乗と。これを満たす式も WXYZV も存在しないよというふうに予想を立てたわけなんですね。まあ一般にね、 n 乗をこういうふうに、n-1 個ね、足し合わせたものが n 乗になることはありませんよと。まあこれがオイラー予想ですね。まあ簡単に言うと、オイラー予想はフェルマーの最終定理の発展形なんですね。で、このオイラー予想が立てられてから200年後にようやくこの判例が見つかったというわけなんですね。これっていうのは n イコール5のこの場合の判例だと。まあ有名な話としてね、オイラー予想の判例見つかるっていう論文が出て、その論文がたった2行で締められてたと。かなり短い論文として有名だったんですけど、今回はそのね、判例の一つをしっかりと出していってくださいと。まあそういう問題なんですね。じゃあ早速問題に取り組んでいくと、まあ整数問題ですよね。しっかりと3パターンを押さえておきましょう。まず一つ目が不等式で範囲の絞り込み。二つ目が因数分解で積の形。三つ目が倍数余りの利用と。もうこれはね、永久保存版なので必ず押さえておきましょう。で、今回ね、まあ因数分解はできなさそうだなっていうふうに思いますよね。ということで、この不等式で範囲をうまく絞り込んでいったり、倍数余りを利用することによって n をね、求めていこうというふうにわかるわけなんですね。じゃあね、まず丸一番から使っていくと、このね、左辺がうまく絞り込めないかなっていうふうに考えると。まずね、当然、これ133の5乗足す110の5乗足す84の5乗プラス27の5乗。こいつは133の5乗より大きいに決まってるよね。もうこの時点で n は133より大きいってことはわかるわけ。まあ n がね、自然数なわけだから134以上というふうに言える。じゃあ今度は上からね、挟み込んであげたいんだけど、まあこれ全部133の5乗っていうふうに並べてあげたものより小さいね。だから 4×133 の5乗と。よろしいかな。で、これが何とかの5乗というふうに抑え込むことによって n の範囲っていうのが分かっていくわけなんだけど、これをどういうふうに挟み込んでいけばいいのか。まあすごいね、めちゃめちゃ大雑把に、まあ4ってね、2の5乗、32より小さいでしょ。だから、まあ266の5乗よりも小さいよっていうふうにやってもいいんですけど、まあそれだとね、あまりにちょっと緩すぎるということで、もうちょい厳しめに。まあこのね、4は2の2乗なわけじゃないですか。だから、もうちょい厳しめに、ルート2の5乗よりも小さいってやっても大丈夫ですよね。ルート2のね、4乗が4なわけだから、ね、4とルート2の5乗を比べたらこっちの方が大きいと。かける133の5乗。
まあこれね、133ルート2の5乗っていう風になるわけなんですけど、このルート2っていうのは 1.42 よりも小さいと。だから 133×1.42 の5乗より小さい。これを計算してあげることによって 188.86 になるので、まあ結局ね、N の5乗っていうものは 188.86 の5乗よりも小さいよと。このことから N は134以上、188以下というふうに絞り込むことができるわけね。まあこれは割とね、ざっくりとした、挟み込みと。じゃあ次。倍数余りを利用していくことによって、この範囲にある、例えばね、偶数はこれで、3の倍数はこれでっていうふうにどん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 絞り込むことができるわけね。じゃあ順番に見ていきましょう。まずね、2の倍数から。で、基本的に倍数っていうものを考えるときに合同式を使うのがすごくいいんですね。合同式。まあ、戻ってやつですね。で、そのね、戻がいかにいいのかっていうことを後でね、しっかりと見ていきます。まずは2の倍数から。2の倍数はそんなに難しいことはなくて、まあ、今回ね、戻にで考えるんだね。そうしたら左辺っていうものは、それぞれ133、118、27は、2で割ったら1、0、0、1なわけだから、1の5乗足す、0の5乗足す、0の5乗足す、1の5乗。まあこのね、左辺とこれの余りが等しいよっていうふうに言えることね。で、これ計算すると2なわけだから、2も結局2で割ると余りが0と。こういうふうに言えるわけなので、まあこの結果、N は偶数ということがわかるね。同じように、じゃあ次、戻算で考えていきましょう。戻算で考えるとき、133っていうのは、まああまりね、3で割ると1なわけだから1の5乗。プラス、110の5乗は2の5乗。84の5乗は余りがね、0になって、27も3で割ると0なわけだから0の5乗と。ね、左辺は、これと合同なわけなんだけど、ここでね、まあ2の5乗計算してもいいんだけど、戻を使うことね、すごい面白いところとして、2っていうものをマイナス1っていう風に置き換えることができること。こうすることによって、一発でね、1引く1足す0足す0で0という風に計算することができるね。まあ、結局 N の5乗を3で割った時の余りが0なので、N は3の倍数と。よろしいかな？じゃあ続いて、今度は、戻ね、5で考えた場合。この場合、左辺っていうものは、まあ、結局133を5で割った時の余りは3。で、110はそのまま0で、84は4。で、27は2と。こういう風になるわけなんだけど、これもね、4の5乗っていうのを計算する必要がない。3の5乗も計算する必要なくて、これを3をマイナス2っていう風に見てあげることができる。4もマイナス1という風に見てあげることによって、マイナス2の5乗と2の5乗は消えてくれるね。そうしたら、0の5乗。まあ、これは消えるわけだから、マイナス1の5乗。すなわち、戻で考えると、マイナス1。ね。これは結局、5で割ったら、4余るよっていう風に見ることができると。よろしいかな。まあ、こんな感じで、戻を使うと、マイナスっていうものをうまく持っていくことによって、3とか4っていう大きい数字を、マイナス1っていう小さい数字に置き換えることができるわけですね。じゃあ次。N の5乗。こいつを5で割った時の余りが4なわけなんだけど、じゃあ N を5で割った時の余りはっていうふうに考えたら、5乗して4なわけだから、N は5で割った時の余りは2の5分の2乗だ。みたいなね。そんなわけないですよね。当然整数になるはず。ここがね、ちょっとね、戻の注意しなきゃいけないところであるんですけど、こういう場合は対応関係を作ってあげるっていうのが定石。N がね、これ5で割った時の余りが、まあ、0、1、2、3、4っていう風にあるわけじゃないですか。まあ、ちょっとね、工夫してあげると、0、プラスマイナス1、プラスマイナス2と、こういう風になるわけですね。こういう風に工夫することができる。そうすると、N の5乗を5で割った時の余りっていうのは、それぞれ0の時は0でね。で、プラスマイナス1の時は、それを5乗したら、プラスマイナス1と。で、プラスマイナス2の時は、それを5乗したら、プラスマイナス32。っていう風になるので、それを5で割った時の余りは、プラスマイナス2という風になるね。まあ結局ね、N と N の5乗を5で割った時の余りっていうのは完全に一致するという風に言えるわけね。で、今回ね、5乗を5で割った時の余りが4。まあだからここがマイナス1に対応するので、N がね、5で割った時の余りはマイナス1。まあすなわち4と。
余りが4ということがわかるね。よろしいかな。まあ、ここまで来ると、N は偶数で、3の倍数で、5で割ると4余ると。このことから、ね、偶数かつ5で割ると4余る。ってことで、1の位の数字が4と確定するよね。そうしたら、さっきね、求めた L の範囲ありますね。134以上、188以下。この範囲で考えると、1の位が4のものっていうのは、134から184までと。このね、違う。この6つに絞られるんですけど、3の倍数っていう条件によって、さらに144と174の2つに絞られると。じゃあ、あとは144と174のどっちなのっていうふうに、絞ればいいと。で、このね、絞り方っていうのは結局2つあって、1つが大小関係をさらに絞ってくる。で、もう1つが、ね、今まで2の倍数、3の倍数、5の倍数ってやってきたわけだから、まあ7の倍数に着目してやっていくと。まあどっちでもいけますね。じゃあ1つ目の、ね、大小関係の絞り込みでまず見ていきましょう。今回着目するのは、このね、5乗っていうのがめちゃくちゃ大きいってことね。まあ y イコール x 5乗っていうグラフを考えてあげると、こういうグラフになるわけなんだけどね。y イコール x 5乗。これね、めちゃめちゃ急なの。5乗。1の時は1なわけなんだけど、2の時ね、どこ行くかというと、もう32まで行っちゃうわけ。で、3の時はって言われたら、もう243まで行って、4の時はね、もう1024まで行く。もうすんごい勢いで伸びていくわけね。これに着目してあげると、110の5乗っていうのは、まあね、133の 0.85 倍の5乗よりも小さいね。そうしたら、この 0.85 の5乗っていうのがどんだけ小さいのかっていうことを考えていくと、2乗するとね、0.85 の2乗は 0.7225。これはね、0.75 より小さいわけで、じゃあ 0.75 の2乗はって言ったら 0.5625。まあこれ 0.57 より小さいわけで、その 0.57 に 0.85 をかけてあげると 0.4845 で 0.5 より小さいわけね。よろしいかな。まあ 0.85 を5回かけると 0.5 より小さいってことはわかるわけ。そうしたら、これね、133の5乗の4倍より小さいだけじゃなくて、もっとね、かなり絞り込みができる。これは 0.5×133 の5乗よりも小さいわけなんだけど、さらにね、この110と84を比べると、84っていうのは、110の 0.85 倍より小さいね。だからこれと全く同じ議論をすることができて、これよりも、さらに 0.5 倍よりも小さいと。だから、0.25×133 の5乗よりも小さいっていう風に言えて、まあこれもね、同じことやってもいいんだけど、まあ同じように 0.25×133 の5乗よりも小さいという風にすることによって、N の5乗は、133の5乗の1、0.5、0.25、0.25 の合わせて2倍と、よりも小さいという風に絞り込みをすることができるね。ここまで来たらね、あとは簡単にね、不等式評価することができて、144か174かのどっちかってことが分かればいいんでしょ。そしたら、N の5乗は 2×133 の5乗よりも小さいんだけど、まあ、ちょっとした計算でね、1.3 の5乗の方が2より大きいということが確認できるので、1.3×133 の5乗。まあ、これ計算すると 172.9 っていう風になるので、結局 N は172.9 より小さいってことが分かって、とすると N は174っていうのはありえない。よって N イコール144というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。まあこういうふうに求めることができて、まあ同じようにね、144か174の絞り込みにあたって7の倍数で着目してあげても OK なんですね。まあそれは、これもね、左辺は7の倍数で考えてあげると、133は7の倍数。110は7で割ると5余るんだけど、それをマイナス2っていう風に置き換えてあげる。で、84は7の倍数。で、27は7で割ると6余るんだけど、それもマイナス1っていう風に置き換えてあげることによって、ここはマイナス32とマイナス1でマイナス33と。7で割るとマイナス33余るっていうのは、これにね、35、7の倍数では35を足すことによって、7で割ると2余りますよっていう風に言えるわけね。じゃあね、N イコール144と174のどっちが5乗してね、7を割った時の余りが2になるかって言ったら、これもそれぞれ戻7で考えてあげると、4とマイナス1っていう風になるね。
まあそうしたらね、これそれぞれ5乗して7で割った時の余り考えると、まあマイナス1の方はマイナス1ね、マイナス1の5乗はマイナス1になって、7で割った時の余りが6っていう風になるから、こっちはダメで、こっちの方は OK だから答えは144という風に求めることができるわけです。まあいずれの場合もね、ちゃんとね、整数問題の基本パターンっていうものを考えてあげた上で、そして合同式っていうものをうまく利用してあげることによって解くことができると、この考え方をしっかりとマスターしておいてください。こんな感じで今後も面白い問題はどんどん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画を撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。